はい、チャオスーということでね、今日の動画はこの選手です。ビエイラですね。はい、あーっと叫んでるビエイラさんですね。今日は大会の方でやっていこうかなと思います。で、実はビエイラさんただ使うだけじゃなくって、今日はマシマシマシーとね、対マンさせたいなと思っちゃいます。はい、ということで早速ね、1試合目やっていこうと思います。はい、ということで相手339位の方ですね。さあ、1試合目マスを出します。超タイピン出ました。さあさあさあ、ここですよ。こっから引っ張り系にして、まずは雨寿司いけ。はい、うわうわ。さあさあ、しょうがないしょうがない。とりあえずボール球にスプリット投げる。はいはいはい、ゲッツ無理か。やっぱマッソンいいわ、絶対。ちょっと定位置して、ここ。このスプリット、マッソン強いっす。オーケー、押さえてくー。ちょっとね、使用感的にはどうなんだろう。あ、やらかしたやらかした。打たないで、あはー、打つ、待って。3点取られた。いやー、まずい。はい、これ、相手、もうスプリットギャンバリしてるんで、ツーシームでいいと思います。やめるか、やめよう、この試合。はい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 。で、ツーシームアウトローに。いけ。オーケー。いやー、ダメだ。モサーにはちょっと通用しないかも。最強の技やっていいですか。長径して、これ。これ最強っす。うおえぐい。どうしようどうしよう。ドゥスイン、いけ。オッケー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 。さあ、コールドされなければ3回ありますね。さあ、集中しましたか。はい、ワンヒット打ってく、いいジャンプ。おおおお、イチローさんじゃない。今イチローさんってミスするの。え、今イチローさんだよね。うわ、イチローさんのミスが見れました。初めて見ました、プロスク初めて。さあ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 。いや、ミスった。ちょっと。ナイス、坂本ちゃん。とりあえずコールドは避けたっすね。さあさあさあ、行きましょうか、こっから。いや。え、ゲッツー？何してんのよ、クソ野郎。さあさあ、行きましょう。切り替えてね。まずは、ツーシン。オッケー。ワンアウト。さあ、イッチローなのか、ニッチローなのか。どっちなんだい。ニッチロー、イッチローです、これは。本物のイッチローでした。素晴らしいホームラン、今のは。さあ、行きましょう。福留さんを、落ちない方を投げてないよね。 OK、 取った、取らない。さあ、これあえて打たれました。超タイピンの場面を出すためですね。ストレート、うますぎる。ちょっと相手がうますぎるわ、これ。ちょ、やばい、スタミナがダメだ。打たれるかな。オッケー。いやー、ゲッツー。とどめのスプリットでオッケー。取って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 。オッケー。さあ、ここね、集中して10点取りましょう。はい、1試合目はマッソンさん負けました。ちょっとこれはさ、ダメなんで、もう一戦いきましょう、マッソンさん。はい、試し買いのある方来ましたね。打率1割の方。次はね、ビエルさん使ってね、大会の方やっていこうと思います。はい、ということで、サイスニードさん打っていきますか。バチバチに打ちたいと思います。え、ミスった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 。は？やばいって、それは。あー、笑けるわ。いけー、ビエイラー。
お願いします。さあ、行きましょう。ビエイラさん、超高速球出てないけど、これ打つのやめてよ。1球目で。オーマイガー。ちょ、待って。そうっす。タイピンを出そうとね。ここで代打は来ないと、いうことで、この、あ、ビエイラさん、そっか、縦スラあるもんな。はい、とりあえず抑えましたね。まずいね。さあ、ということでね、3回表、抑えていきましょう、しっかり。相手、昨日たくさんですね。まずは、ここにツーシームを、勝ち込んでいく。はい、アウト。この、縦すら強いですよね。確かに。オッケー。相手もシャー言ってますね。もう、諦めてますね、完全に。で、ここのスプリット。空振りしていく。打つんかい。まあ、多分走ってくると思うんで、ストレート。オッケー。アウト。オッケー。失投は打つもんや。ありがとうございます。はい。ビエイラさん、とりあえず、勝利を抑えましたね。はい。ということで、ちょっとマスをもう1試合やらせていただきます。はい。ということで、2試合目。宮廷さん来たわ、もう。また負けるやん、これ。はい、ということでね、あの、2試合目、マッソーのね、投げて、大会で通用するのか、宮廷に通用するのか、確かめていこうと思います。あかんねー。オッケー。いやー、もう。ダメだー。マッソーさん、どうしましょうね。2回2アウトでまた出しましょうか。オッケー、オーケー、ゲッツー。これがゲッツーシンカーってやつですね。オーケー。いやー、伸び足りず。さあ、マッソンさん通用するのか、この宮廷相手に。さあ、タイピンチ出ました。とりあえず人間っていうのは、あの、1球見逃すようにできてるんで、甘めのツーシームでいいです、入りは。はいはいはい。で、ここでもう1回ツーシーム。はい。おいおいおい、守備誰もおらん。はい、まあしょうがないんでね、切り替えていきましょう。ストレート投げますか。一球。オッケー。いや、強い。マッソンさんも強い、やっぱり。いやー、これどっちが強いとか判定はちょっとね、判定基準ないんで決めれないね。いや、受験か。オッケー、ワンヒットでグー。はい、こうなるよねと。ゲッツーされんでよかった。はい。ということでね、試合には負けたんですけど、まあ、マッソンさんもね、ビエイラさんもどっちも強いという検証結果ですね。ということで、あとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。